なんですけれども。このね、手作りの。皆さんおはようございます。ゆずです。私がですねアンバサダーを務めています。愛知県、新城市設楽町で開催される奥三河トレイルランニングレースに参加をしてきます。新しく生まれ変わりました。今年ですねリニューアルした大会なんですけれども、距離は 35.5 キロ、累積標高が 2600m、 制限時間が10時間という、大会になります。なかなかコースがですねタフなので、あの制限時間考えても結構ちょっと厳しいですが、奥三河ならではの絶景があのおすすめですし、あとはあのリニューアルしたことによって、このよりこの地域の方々とのこう触れ合いだったりとか、あのもてなしをね もっと前以上にこう味わえる大会になっ変わったのかなという印象です。では楽しく行ってきます。大会非常に多いです。そういった中でも、皆さんおはようございます。ゆずです。このねスタートゲートは地元の方の手作りみたいです。3、2、1、スタート。奥三河トレイルランニングレース2024、選手スタートしました。いってらっしゃい。まずはパレード走行ということでスローのスタート。今日はですね、あの地元の方のね、はい、エイドとかをねメインにご紹介しながら進みたいと思います。行ってきます。スタートの田口小学校を出ます。地元の方の応援がいっぱいあります。行ってきます。おばあちゃんたちが多いね。さあ今から行く山が見えてます。頑張れ。行ってきます。行ってきます。いやー嬉しいですね。かっこいい。ありがとうございます。シャドウがすごい登りでした。ありがとう。さあこのね手作りの看板が嬉しいんですね。エイドです。レモンジュース。ありがとうございます。そのままレモンもあるじゃん。レモンもぜひ食べてください。レモンそのままいただきます。うまい。いただきます。あら、あたた、あら、あ、おいしい。さっぱりしてます。岩子屋さんっていう、ちょっとここからね、ちょっとまず第一の難所に入りますので頑張ります。こういうね、手作り感がねあって嬉しいですね。頑張ります。 ありがとうございます。ここがビューポイントです。岩小屋山山頂付近から見える景色ですね。
これは目の前にね、明神山っていうあのここもかなり険しい山がね、見えてます。岩倉山の山頂着きました。806メートルですね。ここ本当景色がいいところです。ここまでは急登です。スマイルで頑張ってください。はい、行ってきます。ここはちょっと寄り道というか少し乗っかるところなんですが、すごい絶景なので立ち寄っていただきたいところです。お疲れ様です。じゃん、これです。おー、このビュー、はーい、これが奥三河の絶景です。やっほー。来ました、壁。今年も来ました、壁ですね。倉掛山まで何個もあります。難所、最初から。あ、きついっす。今日は滑るんでなお怖いですね。ちょっとね、景色はいいんだけど。倉掛山さん、山頂来ました。ここのね、縦走路はきついんです。壁しかないからちょっと振り回されましたね、初っ端の。エイドまであとちょっとなんで下り、よし頑張りましょう。四ツ谷千枚田のエイドですね。ここはちょっと危ない、これ危ないんだよ。ここはマイクパフォーマンスをしてくれています。倉掛千枚田保存会の皆さんですね。はい、長いじゃん。そ、男性の視線が釘付けですよ、そのスカートに。いやー、じゃあ決まる。ありがとうございます。リーさん、多分お酒入ってるんじゃないかと思う感じで笑います。ここは、おにぎりとすし汁がもらえますね。お兄さんは何ですかね。ありがとうございます。お肉だ、お肉。いただきます。熱すぎ、うまっ。ビールが欲しい。何の肉だったっけ。鶏肉です。鶏肉。このおにぎりはそこのおにぎりですか。はい、そうです。ここのおにぎりです。新米みたいです。この四ツ谷千枚田があの名物でめっちゃ絶景なんですね。ここで作ったやつですか。峰屋さん得意でね。はい、はい、ありがとうございます。美味しくいただきます。塩が振ってある。しし汁です。イノシシもここで取ったやつかもしれないですね。あくっ。あー、美味しい。だしが染みますね。野菜もすごいしっかり入ってる。あのね、面白いのがこの裏でおじいちゃんたちがすごいくつろいでるところがね、面白いんだよね。エイドをね、たくさんいただきました。関門の10分前。ちょっとここの関門が厳しかったんだけど、あの次は復帰 10.3 キロか。はい、行ってきます。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。トンネル、この先が登山口なんですね。あ、響く。ここから私的難所が始まります。倉掛山ね、倉掛山に登っていくんですが、だいぶ急登です。よし、この階段が。よし、頑張ります。難所です。自転車、まあそう、まあちょっとゆっくり行くわ。疲れ、うん、疲れでつったから。あー、結構血出ちゃったね。あ、やったとこ。これを取れ高にしてるけど、マキちゃんごめん。いいわよ、みんなの参考になるからね。うん、ちょっと待ってよ、でかいやつつける。一番でかいやつ、ありがとう。あ、大丈夫です。取ってください。ごめんね。
今の私にはこういうとこは辛い。横にはね、川が流れてます。音を聞くだけでも癒されますね。種山高原のエリアに入ってます。涼しいんだけどちょっと汗が結構出ますね。自分自身もなんかうまく進めれてません。種山エイド着きました。ちょっとギリギリ気遣ったですね、ここまでもね。さすがアップダウンしかなかったです。壁でした。ここはウォーターエイドなので水分だけを補充していきたいと思います。ありがとうございます。こっからですね、めっちゃ激下りに入り、なかなかね、ここはね、滑るから今日は湿ってるんで特に危ないんです。で、この激下りを終えてから宝来寺山に向けての登り返しが、まあ、最後の頑張りどころですね。ほら、みんな見てこれ、怖いよ怖いよ。ナイスラン。これはありますよ。めっちゃ綺麗です。ここ黒字峠っていうところなんですが、ここからですね、もう最後の難所ですね、宝来寺山までの登り返しが始まります。うー、頑張ります。着きました。絶景ポイントです。山が見渡せます。あ、ここがね、本当に見どころですね、はい、頑張った先にこういうご褒美があるって感じで。しかし階段がね、あるんだけど、はい、絶景見ながら楽しみます。足がダメ。ここがとっても綺麗なところです。何回もお見せするけど何回も見せたい、はい、このビューです。やった、よし。ここまでの登りはまあまあきまあきついですよ。もう足がおかしくなります。でもこの絶景があるから頑張りますね。何回生きてもここはきつい。で、私の足がもうちょっと捻挫のところを今日かばって動いているので、ちょっと足の裏がつってしまってちょっとしんどいですし、もう最初から貧血症状出ちゃって思うように登れません。久々こんな辛いトレイルレースしてますね。また情けなくなってきちゃいますけど、アンバサダーのくせにみたいな。さあ、この階段がね、めちゃめちゃ今日も滑りました。この階段ちょっと湿ってるとまずいんですよ、お気をつけて。さあ、ここからがですね、宝来寺山の階段です。1400何十何段だかったと思うんですが、まあとにかく長いんですが風情のある階段です。これをね、もう降りたら次のエイドになります。ちょっとようやくなんかしっかりエイド楽しめそうなので。アドヤに降り立ちました。もうすぐエイドかと思います。やった、なんでしょ、あー、味噌おでんですね。ありがとうございます、いただきます。はい、味噌おでんをいただきます。クッキーもいただきました、かわいいよ。おお、うまそう。味噌うま。あ、ほんのり柚子の香りがするので爽やかですね。やっぱり私名古屋人になって味噌大好きなんですよ。ただいま7時間57分過ぎましたね。角屋のエイド最後ですね、行こうと思います。 7.8キロか、まあまあちょっとありますね。やっぱり地元の方の応援が多くて嬉しいですね。こうやって昔のね、お家がいっぱいあります。さあ、ここからね、ラストの一山頑張りたいと思います。あんまりね、正直調子は良くないけど、アンバサダーやってるくせに、本当なら、7時間8時間ぐらいでゴールして、ゴールで皆さんをお出迎えするっていうプランだったんですけど、でも全然ダメで今日はね、しんどいです。でもね、
あの皆さんにこのクミカトリールの、ね、魅力はお伝えしてあの行きますので、ここから最後のね一山に入っていきます。なかなか足元が難しいです。こんなところにも看板が。ここからトンネル入るのでちょっと暗いのでヘッドライト用意した方がいいかもしれない。ちょっとヘッドライト出した方がいいですね。トンネル行きましょう。よし、お、マジで暗い。まだ4時半ですが、トンネルの中はもう全然暗いです。すごい、てか道もすごい、結構危ない改めて見るとやばいとこ通ってたっていうのがわかるね。あ、声が響きます。トンネル、トンネル、次がね最後のトンネルだって。いや、なんか本当にこんなさ、昔にタイムスリップしたかのようなトンネルが通れることってなかなかないですね。さあ、みんなも一緒に感じてね、私たちもこんなとこ通ってるよ。伝わるかな。ここが旧田口線の駅です書いてあります。ここが駅だったんだねこんなあの見どころがたくさんあります。足が悪い、ゴロゴロしてて足の置き場が難しい。横からあの川の音が聞こえてます。これが聞こえてきたらゴールは割と近いと思います。でもねすごい細いからみんな気をつけてね。トレイルがあります。 OK、 お疲れ様です。さあ、してあと坂登るだけ。今日はあの本当にね地元の方々の応援にあのすっごい元気もらいましたね。おじいちゃんおばあちゃんとかちょっとなんかあの頑張んなきゃってすごい思いました。嬉しかったです。最後走れてます。ありがとうございます。ゴール行きましょうこんなゴールゲートですね。やった、大きく手を挙げて今フィニッシュを決めた。ありがとうございます。感染症手ぬぐいですね。これです、これですね。ありがとうございます。参加賞です。森の香りが、ここの森、ここの森ですか。あ、めっちゃいい香り。あ、すごい、私好きだ。フィニッシュ後のエイドです。ありがとうございます。あ、甘酒です。いただきます。あ、しみる甘い、おいしい。 ありがとうございます。ちょっとでかーで、五平餅このサイズ、あの新城といえば五平餅なんですね。ちょっとなんかひときわ、うん、あ、おいしい、香ばしい。国川トレイルランニングレース、無事に走ってきました。ちょっと、ね、今日走ってみて、あの改めてこの大会はあの地域の方で成り立っているっていうのをすごく感じました。沿道のいや沿道とかエイドでの応援がその、まあ、地元の方々、まあ、特に印象に残ったのはもうおばあちゃんとおじいちゃんです。あの雨の中でも外出てね手振って応援してくれたりですとか。あさあ見えてきましたね。私が思想の時にお世話になった、はい、おかめちゃんやのね、お母さんも、あのおかめちゃんの横を通った時にそこからね頑張ってねって声かけてくれて、すごいそれはもう感動しちゃって。まだ足を止まっておりません。この地域の方々もね温かさにすごく心が、あの私自身温かくなりました。あの
じゃあ最後最後奥三河パワートレールと変わってね、あのすごく地元の方と作っているんだなっていうのが感じられる大会になりました。コースはやはり何回出てもきついはきついんです。ただあのそういうね暖かさだったりとか絶景そういうのが楽しめるあの本当にあったかい大会ですので、皆さんぜひ来年ねご参加ください。お疲れさんでした。